はい、今ですね、どこにいるかっていうと、タイのね、バンコクにいます。バンコクのソイの26、BTS のプロンポ駅のね、近くにあるんですけどね、このスケンビットの大通り沿いにあるイムチャンっていうところで今来てます。ここです。まあこれ前にも紹介したんですけどね、久々に、来ました。本日2017年の1月の30日なんですけど、久々に来て、日本語でもメニューに書かれたり、まあ写真があって分かりやすいですけどね、まあ、結構こんな感じです。今頼んだからね、このソムタンと、あとは豆腐とカシューナッツと野菜の、炒め物、まあ、これで、水をつけて100バーツなんで、日本円で今のレートで、330円ぐらいです。日本人の観光客も結構多いんですけどね、まあ、かなり大衆食堂みたいな感じです。例えばこれ1品だけでもいいですからね、1品だけこれ50バーツで水頼んで大体200円ぐらいなんで、それでもいい。まあ自分の前ちょっとね、まあいろいろ食べたいと思って2つ頼んじゃったんですけど、まあなかなかおすすめのできるところです。 BTS のプロンポンの駅が、まあこっち側にね、あるんですけど、そっちがちょっといかがわしいマッサージ屋さんがあるところです。まあこんな感じですね。イムちゃん、なかなかいいところです。